ZRR70 ボクシー。今回ねちょっとね販売するかどうかわからないんですがね、バッテリーとねイグニッションコイルとオルタネーターはねちょっと置いとこうかなと思ってます。でオルタネーターはねこのベルトを交換した時に張りすぎてねウィンウィンうなり音して、まあ、交換する場合がね多いです。だベルトを交換する時はねゆっくりねちょっと緩めぐらいのがねいいかと思います。こんな感じです。でね、よいしょ。ここをね、起こした方がいいですね。なかなかね、外れないです。皆さんね、両手でやってください。起こして、いきました。まあ、これでね、全部外していきます。で、1個ね、やっぱり割れました。やっぱ弱いですね。車はね6万キロなんですかね。なかなかね。まあね割れるときはね割れますね。で5ミリを外してね。で抜き取ります。外したとこ行きます。であとはね引っ張ってね抜くだけで。6万2千キロぐらいなんでね、綺麗ですね。で次ね、バッテリー外します。ちょっとね、もう雑ですがねマイナス外します。普通は供給入れます。でプラスね、外します。ここがね、まあ、接触しないようにね、してもらってね。で、捨てね、外します。で、手前ね、引っ掛けです。で、奥はね、この穴の中のね、内側にね、引っ掛かるとこあります。だから、後ろに下げて引き抜くんで。こんな感じです。その下にねちょうど穴あります。でこいつね抜きましょうか。捨て抜いてねちょっと、この配線止めねこの広い方ね押してください。普通はね、ちょっと保護しておいてください。で、抜きます。よいしょ。で、オルタネーターね、いきます。まずね、この配線の音を見ると、こいつね、こいつで、柔らかいうちはね、簡単に外れるんですが、古くなったらね、ここ割れるのでね、注意です。ちょっとね、浮き上がらしたらね、外れます。まあ、バッテリーなんでマイナス、外してもらって、で、ここね、配線持ちながらしないとね、ここ割れます。で、ここはね、普通にね、外します。先に、普通抜いた方がよかったかな。となって、これ緩めて、カプラね、裏側にね、押すとこあります。これもね、よく割れるので注意です。外したとこ行きます。配線ね、棒が出てるので、それをね、手前に引くとね、外れるんですがね、折れました。これね、
後ろ入れてましたかね。こっちがね、これはね大丈夫ですがね、古くなったら多分割れますね。でこのタイプね、オートテンショナーじゃないのでね、このオルタネーターはねアジャストさせてね、ベルト緩めます。でまずね、この張る部分ですね、ここ10人、ここはねまず緩むとこまで緩めておいてください。固まったところでね止めておいてください。このねつてのね、この位置でね、ちょっとね硬い場合があります。でここ見えないんですがね、ここにね10にあります。でベルト交換の場合はね、まずここを緩めて、で動く場合はねこの下のね14を緩めなくてもいいんですがね、動かない場合はねこの下の14ね少し緩めたらベルトね外せます。今回ね取り外すのでね、もう抜いていきます。で抜いていくのにね、ここねよいしょ、ここね緩めときます。外した方がいいかな。もうね外しときます。言うたかな、ベルトのね絵図はね描いておいてくださいね、外す前に。プーリーがね当たるのでね、このディープぐらいがいいですね。まあ、こんな感じでね外して、まあオルタネーターに外すんですが、ベルトもねこれ変えたばっかりなのでね、ちょっと置いときます。であとはねこのボルトね、ちょっと両手で持ちながらね、負荷をかけないようにね手で外していってね取り外します。ボルトね抜く瞬間ぐらいからいきましょうか。もう手でね普通に抜けました。よし。で、オルタネーターの時いつも言ってるんですがね、この新品とかリビルトはね、こう締めないとね出てこない。でもう締めてしまうとね、ここにね食いついてるのでね、ちょっと揺さぶりながらね行きます。これね、そのまま行けましたね。トーミルの捨てをちょっと外した方が。よかったかな。まあこんな感じでね外れました。まあそれぐらいかな。まあこんな感じですね。よいしょ。商品紹介はいかないですがね。まあ、とりあえずね最近ね変えたやつです。まあ、カプラーとかもね、あとテールとかのやつも切りました。ホイールはねめちゃくちゃ綺麗です。これはちょっとね在庫で置いとこうか。これもねちょっとね時が来た時には売ります。ついでにヘッドライトのキューブもね外しました。まあこれはね、まあ、在庫予定です。バッテリーはねこれの乗り換えで打った車が合えばね付け替えようと思ってます。今回はねイグニッションコイル、バッテリー、オルタネーター、その辺ねパッとね外しました。まあこれはねヤフオクね出品しない予定です。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。